お疲れさんです。お待たせしました。なんかネロさんが近くにいるらしいです。てかラッテにいるらしいので、アイスコーボラッテに、はい、でラッテがどこでしたっけ。こっちから来たことないんですよね。ラッテなんだこのインドラってのが引っかかった。インドラって何で、ラッテはここからもうまっすぐこの道、右まっすぐでいいんですね。そうそう、北側だと思ったんですけど、本当道沿いなんですね。こっち向かってる、来なくていいのに。こっちから向かってるのに今。でネロさんがもうすでにアイス食った後だったら、まあ知ったことではないので、こっちに向かってきてるらしいですね、ネロさんが。北から来るぞ。あ、ラッテにいたんじゃないんですかね。ここで、いや、とりあえずラッテでアイス食おうかなと思うんで。もうすぐ見えるのかな、じゃあ。あ、いた。アイス食いますよ。アイス食いますよ。アイス食いますよ。いきなり。よ、来た来た。合流しました。なんか全て情報を入手してたので、もう当然のようにいきなり指示を飛ばしました。もう今全て情報は来てたんで、挨拶すらなし。そう、第一声がアイス食いますよ。お、今来た、来てらっしゃい。たったやつ、私はあのミルフィーユのパイ生地が入ったやつ食ったことあって、あれがあのかなりなんていうか口休めになってうまかったんですよね。でもあれ確か時期限定だったから今日はないと思うんですけど、母乳ジェラートって言ってるのはそれネタなのかな。あの人乳だとしたらそんなもんないと思うな。あ、さっき引っかかったインドラだ。インドラって言われると私はアルゴスの選手を思い出す、そういうゲームがあったんですけど。3秒であそこですね、ラッテ。なんか喉が絡むな。確か牛乳関係のいろんな標語があったとこですね。牛乳に相談関係の看板というかポスターというか。お、そういう枠忘れてました。空いてる。あ、七国峠は今行ってきました。もう制覇済み。いらっしゃいませ。これが、あれ店はここでいいんでしたよね、確か。駐車場が向こうで、売ってんのはここだっけ。あ、ですよね。あ、そうだ、前これクリスマスリーがあった覚えがあるから、これ大丈夫ですよね。じゃあ買ってくるか。看板にも、ん？看板に出るというの、ああさっきのやつですね。駐輪場、ああここでもうなんか置いて食っちゃおうかなと思ってるんですけどね。どっちに入るんだっけ、こっちだったかな。はい、そうでしたっけ。そうです。こっちが牛乳製品。そう。じゃあ買ってくるかな。じゃあお待ちくださいね。納豆よいしょ。これです、これです、重いです。どっち向けとこうかな。置いとくか。
でネロさんが来ることからどっちから来ることまで全てあのコメントが来てたので恐ろしい。もう会った瞬間からいきなりアイスの指示が。メディアは7時間取れるはずなんですけど、電池は？電池は 2.5 時間なんで、今 USB で給電。あの、そうです、あの、怖い。これちょっと配信しながらだと吹くの難しいな。配信があと何分あるんだろう。ちょっと待ってください。こうしてこうして、よっ、よいしょ、戻りました。よいしょ。じゃあちょっとあ、落ちてしたってことはもう終わりですかね、放送。で、これ紫芋のスイートポテトってやつです。で、ちょっと延長、次はこれ、予約で撮りますかね。じゃあちょっと食うので一旦これ放送途切れます。次30分かなから始めますんで、じゃあその間で食っときます。じゃあまた後で。入ってるのは見たけど、凍ってるイチゴ。あ、シャーベットみたいな。うん。うわ、ミルクしてる。
まだついてんのかな。あ、終わったか。で、次の30分のタイミングで予約は取らなきゃいけないんで、これ途中で切れたんですか。でも間違って終了ボタン押してしまった。なんかのミスで。で、放送やってないんですけど、GoPro の録画ついてるんですよ、うん、録画と録音は。まあ今日トレイルみたいなところ走ってなんとか行けたんで、見た目の脅威さえ無視すれば配信と同時にできますね。まだついてますね。あ、やっぱりモデルが違うんだ。ん？あ、なんか違います。これ斜めに入ってる。はいはい、うん、あ、違いますね、最後は。そうそう、グリグリでなんかヤスリしてるときに、初めて買って、うん、その後もまたヤスリがあって、もうこうなって買うしかねえ。なんかで、微妙にモデルの名前が違って、はい、何が違うんだろう。パフォーマンスライン、ケブラーガード、うん、あ、これはグリーンガードだ、どう違うんだろう。多分捨てたら土に帰るんじゃないですか。グリーンだから土に帰るんじゃないですかね。だって使ってるうちにどん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 分解される。で、バーストしたらその場で捨てればいいという。昨今 BB 弾もそうだし、うん、なんかあれじゃないとダメなんでしょ、基本というフィールド、うん、この貸しフィールドは必ずそういうのを使ってください。昔やってたことある。そういうのが出る前に。まあ規制が入る前に。ダンがこっちどうか。時間は。最近はあれなんでしょう。電動出てからは車に変わってるからって。買う前に威力のテストするんじゃない。ほっぺたぐらいの余裕で貫通する。ボルトアクションなんかの強いのって言ったら、ハトぐらいだったら貫通するって。で、なんかサバゲじゃないけど、うん、狩りで、うん、今日のチョーカーみたいなトマトいくつみたいなのを巻いてこういう料理にしましたみたいな。 iPhone もそろそろ電池やばいな。あっという間にやばい。やっぱ許可もらってるんでしょうね。ボルトパターンは一緒なんですか。うん、非常に減らないっていう伝説。あんなに荷物乗せて走ってるのに。あ、それか。で、小太鼓に食わないかなと思ったらそんなことないし。マキスのデトネーターなんかよりほど安心して寝かせれる。あっちの方が滑った。
焦って食べ物ドロドロ。13時過ぎてるのか。13時半には間に合いますね。ね、今予約は取れた。ちょっとめんどくさいなこれ。今日はダムが最終ポイントですか。そうです。そこから折り返し。繋がらない。繋がったか今。
本当まだ持ちそうですね。うん、こっちは後ろの方はもう本当になんか繊維が見えてる感じだったんで。あれまた繋がらない。そろそろリムがヤバスじゃないですか。ん、ああそうそう、うん、なんかこれ何年経ったかな、これ使ってもうあの指で触ってはっきり分かる段差がありますからね。あとなんかここにちょっと金属の削りカスみたいなのがついてることがあって言った。あ、来た、今朝気がついたんですけどね。よし、このリム何年かな。普通1本溝があってそれ削ったら終わりだぜっていうのが普通なのに、それさえの痕跡もない。ない、うん、あ、そうですか、もうそれ超えてますか。あ、もうこれでいったかな。ちょっと今少し間がありましたけど、これで大丈夫ですね。じゃあこれで、自動無料延長開始をまた忘れなかった。よし、元々の肉厚って何ぐらいなのかな。で今ですね、あ、延長にしました、大丈夫です、今回忘れませんでした、なんと。で今ですね、この私の自転車のリム、この金属のこのブレーキ当たるところがへこんでてとっくに寿命を超えてるという話をしてました。不安不安。でも前はもっと削ってたと思います、前使ってたやつは。恐ろしい。でもリム交換すると高いんですよね、店で交換すると数万しますよね。新しいホイール、やっぱそうか。ホイール買うというとなんかものすごくあの自転車パーツにいかれてる感じがするんですけど。花野さんの生存を、リムかなりやばいです。指で触ってはっきり段差があるというか、あのこれをここまで削れたらもうダメだよっていうところの痕跡が残ってないそうです。あのそういう一箇所溝が本当はあって、その溝が見えなくなったらアウトっていうことなんですけど、そんなものがあった痕跡すら残ってないっていう。勘組、あ、私も多分そうすると思いますね。あ、待てよ、勘組どっちが高いんだっけ。勘組の方が安く上がる場合もありますからね、そこまで行ったら。ツーリング用で鉄ゲタホイール、鉄ゲタホイール、あ、訓練用ということか。こだわってたらここまで行かないし。なんかいろいろにも言われてますよ、いろいろ言われて笑われてますよ私は。冗談抜きで、足ブレーキ折れる折れる足が。じゃあ今はネローさん、どこでもネローさん、肌野さん、私です。シマノの缶組買うかな、買うかな。ネローさん29歳ですよ。はい、花野さんも29歳です。私も29歳です。今日3人です。ワイルド、そうですよね、自転車部関連の知り合いの中でもかなりワイルドな部類の人ですね。でなんかワイルドに今 iPhone いじってますね。ワイルドに電池の節約です。電池の節約、あ、そうだ、私もそうだ、ちょっとついでにじゃあ私もあの iPhone 外していきます。あの殴るぞ嘘つき。ちょっとこれを充電に回、 iPhone 充電に回して、今もう iPhone が10数パーしか残ってないんで、寄贈して新しいのアライアのトムマイナス800、ちょっと後でログ見てみます、コメントログ。ん、何持ってますか。でこの iPhone じゃないや、
ガーミンの方で、さっき用意してきた、あのルートラボから落とした GPX データをこの中に入れてるんで、アイソンもそうです。これで見えるかな。あ、見える。皆さんに見えないんですけど、これで私が見えるかっていうと、うん、見える。大丈夫。よし。ガーミンだったらまずあの GPS の場所が暴れることないですからね。で、ちょっと iPhone マウントをこっちしまい込んで、宿に泊まらない場合は、で、ん？広し組でディスクか？広し。これでとりあえずポタファイ、いやポタファイよりもこっちの方がいいな。ポタファイは別の充電に残しておいて、ディスクダイス、あ、ないと思いますよ確か。これでよし。じゃあ iPhone はしばらくこっちで充電。今ここは出しっぱなしになってるはずです。あ、加圧式、そうです。あの感度は悪いです。 iPhone に慣れてるとあのイラッときますけどね。イタリー製なんですか？イタリー製。メーカーはイタリアですよ。多分作ってるのは違うんじゃないかな。何がついてるのって。何がですかね。昨日は彼女に届いた。それもあれ。あの動画の下にはその。タイヤチェック。なんか話し込んでますね。話し込んでますね。今のつか、今のつかな。逃げるなら今のつか。今自転車につけたのはガーミンのオレゴンです。あ、見つかった。バレてます。バレてるか。ロンゲですか。ディスクブレーキ、あ、いや、ついてないはずですよ。もしかして知らないうちついてるのかな。あ、で、すいません、ちょっとヘッドセットが今またあのマスキングテープの粘着力落ちた。すいません、逃げときながらあれですけど、ちょっとマイクの貼り付けが落ちてきたんで、この間貼り付け、そう、マスキングテープこれ貼り付けた、剥がしたと思ってたらまだほっぺたに半分残ってて、ミスドのお姉さんにこの付けた状態で接客されてしまったっていう。なんかついてます。いや、言われなかったです。突っ込まれませんでした。それが逆に悲しいっていう。あ、ハトさん、そうですね、笑い声があのアーツさんとかと同じように笑い声だけであの存在がバレるっていう。昼飯はどうしようかな。とりあえず白山湖行って補給食でも食って、ん？地割れで体、ん？何の体勢がいろいろ。これどうするかな。一応シャドウ行くかな。航空さん来るのかな。え？航空さん。航空さんは今日はさてとみたいなの。はい？さてと久しぶりにみたいなこと書いてる。さてと。ああ、なるほど。白山湖の、ね、航空神社。ああ。航空神社。なんか前の話聞いたことありますか。どこにある。なんかいくつかありますね、神社あのあたり。航空神社だからぜひや自分に参る。航空神社があるらしい、この先。羽田で配信してるそうですよ。あ、そうなんだ。そっちのさてとか。ん、あ、ラーメン屋さん。あ、おにぎり買ってきてたんですけど、ランチパック買ってきました。なのでランチパック食うかな。あと、あのぜんざいも、おしるこか、紙パックの豆乳のおしるこってわけのわからんもの買ってきたんで。ん、味、あー、ランチパックはハムエッグじゃなかったかな、ハムなんとかです。ん、トンネルの先は臭い、何故。つくい湖、今日は白山湖が目的です。つくい湖は過去に放送で 2,3 回言ってますね。ミルキーという種類ありましたっけ。ミルキー味。
ランチパックの CM というか、最近テレビ見てないから CM 知らないんですよ。ん？後ろ子は何園？残ってますね。あ、そう、ピーナッツも定番ですね、ランチパック。そう、あのミルキーの味があるんですかね。方が道路上は大体大丈夫ですけどね。部分、ああそうですね、これがランチパック薄皮。ああ確かに、どっちだろう。私はランチパックのパンの耳の行方が気になる。まあ普通に他のと同じようになんか処理されてるんですかね。あ、今ちょっと今横の方でヘルメットのインナー固定するやつがちょっとずれた。ん、北条山湖パン粉工場。あ、パン粉ですか、なるほど。城山湖は坂はそこそこじゃないですかね。標高差そんなないはずですけど、100メートル200メートル差ぐらいだったと思います。ん、キロキロさん、え、まさか来てるんですか。そんなことないですよね。いくらなんでも遠いと。あ、でもわかんないな、あの人のことだから短いですよね。確かどこか10アベレージ10パーぐらいあったはず。よ、え、 22? そんなありましたっけ。城山湖 22% の勾配って言われてますけど、そんなのあったっけ。そんなありますかね。こういう場所があるのは聞いたことありますけど、ね、あ、そうですか。そんなにない、うん、あー 10% ちょっとぐらい。青だ。お、大戸、あ、今日のルートはないですか。パンの耳に、ああなんかあったな。うん、ああモグサ園、かの有名なモグサ園、モグちゃん。お、またなんか近いような、そうでもないかな。なんか近くを通られると、その触られてはいないんだけど、右側に感触を感じる。感触を感じるもおかしいな、なんか日本語として。 22% いやいや、明日街道狭いですね。 22% は今日はあえてわざわざ行かない。なんか今日ヘルメットがまた前にずれてきたな、おかしい。バランス取ってるはずなのに。リンク袋持ってきてます。当たり前じゃないですか、持ってきてますよ。距離的にはそうですね。今路地反対側いましたね、反対車線に。秋葉か。とんかつ屋さんか、あのログハウスは。あの人もマスクしてるな。城山湖は、ま、2回目かもしれない、3回目か2回目か前行ったの思い出せないぐらい昔です。乗り始めた頃、自転車に。
14パーク結構あるな。まあそれも瞬間風速ですよね。まあきついことはきついけど、交差点家具悪い人、いやそれはいくらなんでも偏見だと思うな。素晴らしい偏見。そう、それの続く長さによりますよね。左折白山、10%15%、あ、その勾配の区間によってってことですね。予定ではもうちょい先まで行くかな。なんか喉がさっきからちょっと絡むんですよね。そんなに寒くなってるわけでもないのにな。まあでもアイス食ったしな。ん？ああ、乾燥か、そうかもしれないですね。インフル、まあ今どこ行っても多分インフルある程度ウイルスは存在、飛んでるだろうから、あのとあります、あります。あの山の中だと歌うことすらあります。普段カラオケとか絶対歌えないのに。あ、マスク、そうですね。喉痛めた時なんか私もマスクで、それ以上喉が痛くならないようにしてますけど。この駅前、あ、あれ ?22%、 一応予定ルート通りなんですけどね。ちょっと今ヘルメットが なんだろうこれ、やっぱなんかずれてる。ちょっとどっかでヘルメットかぶり直します。傾きどうですかね。右側とか左側に傾いてないですかね。ちょっとヘルメットのあの頭に直に接する部分がおかしい。お、町田市名産品手作りプリン。オンにしてたはずですよ、忘れなかったはずですよ。柑橘系、あ、こっち行きたいって、これ前も言ったな。これ前も入った覚えがある。あ、右ですか、あれ逆か。ってことはやっぱりインナーがおかしい。あ、ん、崩された。今 OK ぐらいの傾きですかね。で、こっち、おお、スズメ。で、これかな。あ、そう、延長枠で。あ、今度は左ですか。ちょっとヘルメットどこかで。右が下になってるってこと、右に傾いてるのかな。グラグラしてますね。生き残ってますね。さっきなんでも、あそこ、
七国峠のあたりがもっとひどかったですね。どっかどっか、あーここも前来たな。あそうか、どこだっけ、境川の源流付近か、このあたり。ちょっとあのヘルメットがおかしいんで、あのかぶり直します。大戸の番所ちゃんと、そうですね、ちょっとお待ちをいいよっと。あーやっぱり外れてしまってる。すいません、ちょっと今これでいいかな、なんていうんだろう、その内側のなんたらロックっていう仕組みのその頭を固定するやつがヘルメットと今剥がれやすくなってるんですよ。だから早く買い替えなきゃいけないんですけどね。さてこれでまっすぐなったかな、まっすぐなったかどうかのチェックは PC で見ればいいのか。うん、そう、ここ以前なんかお祭りかなんか、ん？おま、あれ？屋上からはしごが、いやあそこじゃないです、あれはあの犬目塾の時ですね。これで大体まっすぐなってるかっていうと、まあまあか、まあこんなもんですよね。んー、でもこうやって見るとちょっと傾いてるな。なんか GoPro 自体がこれ傾いてるような、まあ少々傾いても仕方がない。カメラマウント付きのメット、あれですね、ライトの台座がつくだけなんですよ。だからそれを改造して付けられるかどうか。上、あれですか。これは上がっていいのかな。あ、上がっていいみたいですね。鳴らしたら怒られると思うけど。次、あ、いって。GoPro 大丈夫か今の。いって。今ゴスッといきました。危ないな、GoPro のマウントいきなりぶっ壊すとこだった。これはあのなんて言うんだっけ。ショーとローがつく。なんて言うんだっけ。この建物のこと、鐘をつくところは なんとかろうって言いませんでしたっけ。これオード観音堂、あ止まりました、鐘楼、鐘と楼でなんて言ったっけな。これですね、その入り口というかその
お寺さんの前のとこに、ん？これ寺かな？神社かな？神社。神社か。神社。お寺さんです。万事が。あの、お寺さんの入り口のところに、上に鐘が、あ、あれ？まだ映像行ってなかったのか。今なんかおかしいな。もしかしてビットレート落ちてる？いや、行ってますね。大丈夫ですよね。来た来た。今あの上登ってきたんですけど、一応あの鐘見てきたんですけど、で鐘見ようと思ってあそこのはしごから登ったところで頭ゴスッとぶつけました。 GoPro ぶつけなくてよかったです。やっぱ落ちてなかったか。ということはポタファイから、あ、ポタファイがこの壁でが、今壁でブロックされたんだ、ポタファイからの電波は。あ、しまった。これはどう考えても届かないからな。コンクリブロックで隠されてしまってました、ポタファイが。頭で鐘を。じゃあこっから、あれ？上りと下りのルート間違えたか。あれ？いや、いや、合ってるはず、合ってるはず。これこのままずっとまっすぐ行けばぶち当たりますね。ダムの真下。うん。あれ、こんなルートして、こっちのルートしてたっけ？あれ？あー、まあいいか。あれ、なんでこっちしたんだっけな。あれ、もう一歩南のルート作ったつもりが違うルートになってる。おかしいな。機械のせい、私のせいじゃない、私のせいじゃない。おかしいなあ。まあ行くしかないですね。こっちが激坂でしたっけ。あれ、確か田舎っぽいルート両方通るのにしたつもりがなんで違ってるんだっけ。あ、雪だるま。かなり削られちゃってますね。おかしいなあ。今日いろいろと不思議なことが。そう、ネロさんも一緒です。おお、トラブルも、おお、すごいですね。なんか美術作品が、アートかな、アート。コナン君風に、知らよ、見たことないんですよ実は。コナン君のアニメですよね。すごいな、雪むちゃくちゃ残ってますけど。激坂フラグ。今日は3人になってます。今豪雪、なんか雪むちゃくちゃ残ってますけど。あ、でも寒さは今大したことないです。日も照ってるし、温度、そうですね、白山湖野球場 500m 先、確かあの野球場が行き止まりの先にあるんですよね。今日は野球場の方には行かないですけど。あ、この先林道通行できません。どのレベルなのかな、どうなんですかね。どうだろう。ん、山西確認しないと。倒木、え、倒木があるってそんな道なんですか。まあ、とりあえず行ってみますけど。お、うん、滑ってっていうのは今日もあの七国峠のとこ結構なもんでしたね。あれ、ん、あれ、いや、なんでもないです。なんかあの、私は今手袋忘れてきた気がして、グローブ忘れてきた気がしたんですけど、あれ、グローブどこ行ったと思ったら手についてた。あれ、今なんだ今の感覚は。あれ、メガネよりもひどいですねこれは。
あれこれあれかな、あのここあまりにもあの穴が開いてるからスカスカしすぎ、あ、延長どうですかね、している感じが消えてました。いつの間にか、いつの間にやらあの素手感覚に、あ、やっぱり右手だけ、これ右手だけスカスカしてる、手の一部にそう、この辺りあの前境川の源流に来た時に、あ、延長来てます、ズボン履いてる履いてる、スースーするけど、うん、お昼食べてないよ、食べてないよ。あ、でも確かこれ、あ、左のこれか、うわちょっとこれはこれすごいな、思いっきりギア落としていくか、うわすごいな、こりゃすごい、カマルコードコード動いちゃいました。この枠のスタート時点でもうすげえ。あ、で境川の源流の方は今閉じられてますね。あれ、境川の源流って、あ、しまった、枠の終了詐欺だ。あれ、終了詐欺じゃない、もしかして、あれ、どうなってる、どうなってる、よっと、いつもの しっかり、なんか詐欺のこと忘れてましたけど起きましたね。一枠目起きな、あ、一枠目というか朝の時起きなかったのにな。戻りました、お待たせしました。じゃあ行きますか。やっと戻りました。通行止めなんですけど、なぜかネロさん向こうにいます、向こう側に。これもう一番軽くしとくか。自転車はまあこうですからね。袋縮んでる？あ、バックのことじゃなくて、あの人体の方の話か。というわけで自己責任です。ここからはこんなの配信でオピラでやるのもどうかと思うんですけど、ちょっとさすがにこれ引き返すのはきつい。登りもきついですね。うわすごいな。じゃあ雪を、もうここすでにこうなんですけどね。さてじゃあ、よいしょ、あ、いけるいける、すごい雪ですね、はあ、あれ車降りだと思いますね、あれだと、はあ、保険は降りませんね。そうか、チームキープレフト の保険とかも、あ、出てますか、パーセント、え、本当に、え、これが 22? ですよね、本当だ、20% 以上の初めて見たかな、そう、フォーカスが合わねえ、本当に 22% の表示ある、へえ、よっと、
ごいな、 22%、 20% 以上確か見たことないと思うけどな。私は写真今から撮ります。すごいすごい、こんなとこに 22% が、逆光でうまく映らないな。こういう時にはその辺にピント合わせて、でこれでよし。すげえ、 22% って。この先にそのものすごい場所があるんですね、きっと。今ここは多分 12、3% ぐらいですよね、この感じだと。凍結してたら歩いても行けるかどうかわかんないな。あ、そうだ、もうちょっとこれいかん、ちょっとギア落とせない。一番軽くしとこう。よいしょ。そう、あの林業用ですよね、作業用。これでよし。あれ、ダウンヒル。あ、ちょっと漕ぎ始められない、やばい、漕ぎ始められない。なんか押して負けてる負けてる。ちょっとこうやって斜めでスタートして、よいしょ。あ、倒木してたのここなんですか。おっと、ウィリスになった、はあ、あれあれ、どこ 22%。 あれ、タクシー入ってこれないです、タクシー今のとこで。あれ、どこが 22%。 全然なんか 22% らしいところがないって言っても、まあそれなりきついな、この先も。全然 22% って感じじゃなかったですね。一番きついところで、ええ、角度やれば。あそこさんからいらっしゃいませ、はあ、あれ、はあ、なんか納得いかないですね、でも、はあ、まあ母いながらだとあんまり説得力ないけど、はあ、あ、この杭いいな、長さが違う。電話だ。ん？電話？え？あ、本当だ。電話電話。あれ鳴ったら大変だ。怖い。まあインターホンですよね、多分ダイヤルついてないから。ダイヤルというかボタンが。あ、止まった。あの本体と受話器がピーンと伸びて、まあ止まっても気にしない。電波きつくなったかな。洗濯板でしたっけ。電波つらいみたいですね。まあ 22% はないかもしれないけど、やっぱきつい。電話に電話は古典ですね。この辺はまあちゃんときついですね。よっと、が、そう、白い何かが、まあ 22% はなかったかもしれないけど、なかなかですね。これでどの道通るにしても大体通る。あ、でもないか。あれ、また通行止め。でもあの道行けないのはちょっときついんじゃないかな。あ、ですかね。ああ、
下降りてて。あ、なるほど。はあ、で電波今かなり悪いみたいで。ああ。コメントは聞こえるけど。山の中です。まださっきの電話映ってるのか。で、わわるいみたいですねと、あすすみますと、うわこれすらいかない。ちょっと飲み物お茶ふぅ、今のしよし、ここから少し緩くなるかな。あ、通行止めってわけでもないのかこれ。おお。なんかすっかり山の中ですね。トマトがまだ治らないのか。まあ今ここは見えてると思うので、タキシードは今日に限って来てないですね。おあ、園庭ですね、あれ。よっと。あれ、これは園庭じゃなかった。駐車場？あ、なんか枠ありますね。あ、ちっちゃち。まだダメか。あ、声 OK。 なんで今なんか途中あそこ駐車場みたいな広場がある横を登ってます。お、あ、結構きついなこれ。どっちだろう。またゲートがありました。あの柵の向こうが湖かな。あ、そうみたいな。軽く 10% 超えてましたね。声も来てない。いや、まだ上か。お、イノシシかな。あ、一応牙がある。あ、来ました。ごくごくってまさか飲んでる時
それ 2,3 分前ですね。ああ、ごくごくって今数分前だ。ああ、明神峠の方がはるかに巨額ですね。明神峠は、まあ、瞬間的な勾配先ほどじゃないにしても明神峠の方がはるかに長いんで、明神峠の標高差 500m の間アベレージ 12% とか殺す気かって思います。あ、梅園、バリケード、あれ待って、そのバリケード、今のバリケードか一つ前のバリケードか。あ、下のゲート、これは相当落が、小松？至る小松。あ、なんか表記原って聞いたことあるな、なんか。これは GoPro だと見えないんだろうな、この距離だと。こういう時はなんかこういうデジカメの画像をカットインみたいにして入れればいいのかな、タイミングは分かるし。ん？もぎ取り？あ、梅干し。あ、なんか全然コメントすら来なくなった。ここはもう電波来てないみたいですね。確かそう、この辺りはフォーマのエリア地図でも確かなかったはず。電波さん、あれ？まだコメントは来てる。静止画。これまた登るんですよね、当然。あとちょっとです。あ、でも上まで行けますかね。お、うん。着信音にしたらダメ。着信音利用は禁止とします。最後の登り。よっ。なるほどって何か。あ、もうそこで終わりか。ん？あれ？うわ、なんだこれ、カッチンカッチンですね。うわ、ハズさんよく行くな。滑る滑る。これ足ついた時にズルっていくから怖い。うわ凍ってますよ完全に。で、一応抜けられるんですよね、これ。うわ。こんなちょっと山の中に入るだけで、こんなに違うんですね。うわ、ちょっと、スケートリンク、スケートリンク。こっちは、結構これ、すごく残ってますね。うわ。怖い怖い怖い。あ、延長か。今何分なんだ。GPS の設定がリセットされて時計が見えない。うわぁ。ちょっとこれ、接続試して、もう一遍試してみるか。すごいなぁ。
か振り返りでも映像使えるな。ですね。じゃあちょっとさっきから真っ暗という苦情が相次いでいるので、ちょっと私は接続し直してみます。なんだこの足跡。どうなってんだ。つなぎ直すか。あ、押してみますと、え、戻った？まだですよね。ちょっとフォーマつなぎ直して回線速度が戻るかどうかやってみます。あ、発電所のところ今来てます。おお、すげえ。じゃあ再接続。あれ。よし。あ、繋がらない。あ、来た。これでよし。あ、そうですよね。なんか1週間前とかじゃ。さあ行け、繋がれ繋がれ。あ、やっぱダメか。繋がらない。あ、あ、ダメか。あ、ダメだ。ダメだ。通常配信だな。こうして、こうして、あ、回復してきた。 FMLE ダメでした。FMLE ダメなので通常配信できます。残念。でも GoPro で映像撮れてるから問題なし。で、今ですね、発電所の敷地に入ったところなんですけど、大変ですよ、ここは。大変なことになってます。ん？無線の人下むちゃくちゃ滑りますよ。そこほら、あの氷舗装、
アイスロード使ってないです。えらいことになってます。さっき波動さんがツルツル滑ってました。ツルーっと滑ってました。もう一遍滑ってください。もう一遍とか言って、あの転ぶとこまでやんなくていいですからね。フラグが滑ってるわかりますか。映像で通常配信だと見づらいかもしれないな。おお。滑ってる様子わかるかな。あ、わかります。ここですね、なんか雪が新しいんですよ。よっと、ほら、おへずが滑る。なんか妙に雪が新しいんですよ。確か降ったの1週間ぐらい前でしたっけ。でしたよね、クリートで。カチカチですよここ。でもさっきあの地元の中学生らしいなんかあのマウンテンバイクルックに乗った子供があの普通に走っていきましたけど、さすが地元。手が、そうですね。食わなくていい時に食って、どっかのマリオさん、どっか乗って全然なんかぼやかしてない。じゃあ進みましょうか。お待たせしました。スパイクタイヤ、あ、そうだ、あと今ここ切れたと思うんでちょっとつなぎなさないと。しばらく押して少し先でまた氷が途切れ、あ、またなんか今ネローさんが今うおーって言いましたね。おたけびましたね。おたけんでましたね。しっぽ引っ張るとドラえもんスイッチか。ドラえもんのメインスイッチが主電源があのしっぽのあれなんでしたっけ。うわ、ここへ遠く、おっと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 、怖い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 。なんかフローリングとか言ってますよ。怖え。あ、でもすぐ先で切れてますね。写真撮りました。特雪、私はこの手のバランス取ったりするのすごい苦手なんですよね。バランス感覚悪すぎて。あ、もう、あ、でも先にもう一個あるな。東芝で、そこでなんか発電所ですよね、これ全部。そこでなんかうーんって言ってますね、機械が。うーんって、日光あんまり引いててないんですけどね。お、車来た。茶飯仕事。転ばないようにします。おー、一応顔を差し向けてますけど、目はあの足元見てます。で、この目だけを横に向けると頭がクラクラする。あ、日立ですね、日立。ドリフト無理。ドリフトというか、ただ、つくい湖ですね。あ、城山発電所。あ、ダム見えます。よっと、あ、本当だ。小倉橋とか新小倉橋で渡るの他のルート、なんて下手くそな表現なんだろう。あそこもあの一応相模川を渡るルートですね。あそこのダムの堰堤って見えないだろうな。重量禁止。あー、結構また残ってる。そこ止め。うわ、乗っていくのかこれ。行きませんよね。無理だな。えいよっと。うおーおーおー、危ない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 。あー、ですよね。ちょっと今のわざとらしく見えたけど、でもどうしようもないですよね、今の。
ですよね。あ、結構濡れましたね、尻。尻が割とあの水がな水になってた。でも撥水で大丈夫っぽいな。なんか狙った滑り方に見えますけど、あれ多分不可抗力だと思うな。確か怖、なんか本気で怪我しそうで怖くてできないあれ。おお、怖い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 、危ない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 。よし、この足元に普通の滑らない地面があるということの安心感が。ロボさん下りでさっきの死にます。加速をつけて次は。あ、でも前私はネロさんの前でやったことあるな、今みたいなことを。あ、結構手前でやって、ね、その速度を生かしてこう空の景色も流れていくみたいな。ああ、その背中で滑りながらずさーっと、あの逆にゲットみたいなスライディング機材あるから、まあ体に故障なければ。でもメディアが壊れるのは嫌だな。機材よりもメディアの中身が壊れると閉じ返しつかないから。お、いらっしゃいませ。うん、後ろにビッグマグナムが。年の差、はあ、おー、あるい、おー、結構寒くなってきた。お、まだ炎天つかないのかな。もうそろそろですよね、ネルニーが。これがさっきのあの発電所の入り口のところあたりを上から見てるとこですね。はあはあ、ここでも寝る、確かに。で、なんかあれ何の集まりだろう、ラジコンかなんかかな。なんかプロポみたいなの持ってる人が、プロポだっけ、ああいうの。もうちょっと次に、はあ、あー白山湖着いた着いた、ようやく。白山湖のロがなんかあやふやになってますね、あそこ。ロが欠けてるな。ロだけなんかこう抜きやられちゃって枯れちゃって。あ、動いてますか今。シヤマ湖、シャマ湖になってる。ロックン、いや、あ、本当は猫だ。あれ野良ですよね。ってことはパブリックドメイン。とりあえずどっちに行っても大丈夫かな。あ、コントローラー、そうですね、普通にそれでいいか、コントローラー。よいしょ、ポタワイ電波大丈夫かな。あ、3匹いる。クレイアニメ。なんかふわふわした猫がいますね。じゃあ魚途中、よいしょ、よいしょ。あー、こっちこっちこっち見て、こっち見て、よいしょ。動かないな、山猫ですね。あ、逃げる。目つき悪、こいつ。やった。鉄格子。なんかまた丸く収まった。なんかこいつら丸く収まってあまり動かないですよ。あ、逃げた。ゼロさん結構背中まだ濡れてますね。お、あ、4匹いるのか全部で。なんかいましたね今。あ、これが言ってんだ、これが。
ふわふわしてる。でもどうやら映像に載ってないらしい、放送の方には。さっきなんかダーッと行ったのいましたね。あ、自転車で来てる人いるな。あ、切れた。白山湖、もしかしてまたバッテリー切れたかな。よいしょよいしょ。どこと合成してんだろう。ちょっとここで補給食食っときますか。こんにちは。ポタファイかな。はい、あ、ちょっとまたなんか切断された。ポタファイどこ行った、ポタファイどこ行った。あれ、ポタファイが見当たらない。ポタファイなしで配信できてたと思えんけど。あれあれか、違う。あ、再生スク成功した。あ、この中だ。まだ電池は、電池は、うん、うん、まだ青い。すいません、なんか切れたみたいというか、まだ行ってないのか。よっと、ああゼロだ。そこの上が航空神社。ああ、ここの上、うん、なんか飛行機関係のがあるんですかね。あの昔はやぶさが落ちたっていう、大戦中の。あ、そのはやぶさ、うん、講師があれ、どこの映像だ今。あ、これ配信開始押してないからか。これどうだ。あ、行った行った。あれ止まった。ヤネロがいつの。あー、でもやっぱ電波悪いな。声だけ言ってるんじゃないかと思うんですけど、吸い込まれてきたとか。今白山湖をちょっと上から見てるところです。1キロ今30から60ぐらい。映像は1枚いってるかどうかぐらいですよね。au は昔北海道と言ったらあの au だって言われてましたね。関のとこに猫4匹いました。あの猫名物なんですかね。あのふわふわした猫が4匹いました。で、なんか目つきの悪いやつとか。あ、声が、じゃあちょっとあの湖畔のベンチで補給食食おうかなって今言ってたんで、ネロさんはなんかクモ持ってきてます？ないんです、大丈夫です。じゃあネロさんは何も食べないけど補給食休憩しましょうか。はい、ポカリがね、大丈夫。あ、ポカリの甘みで1日稼働。確か白山湖のこの辺りは電波あるよ、ある設定なんですけどね。ん、花野さんの横側映ってるんですか。で、なんかあのソーラーパネルがたくさんついてる休憩所があります。東屋が、ソーラーパネル東屋。とりあえずおやつ。よっと、ん、清城に似てる。あー、白山湖ソーラー展望台なのか。ソーラー展望台、鳩野さん29。負ける気持ちはもちろんございません。
じゃあちょっと休憩しましょうかね。映像来ないかな。ここがケツ濡れてる。まだ濡れてます、うん、ある程度撥水できてるのかなと思ったらそうでもない。カツ丼。じゃあ休憩なのでヘルメットは一旦外すかな。でここすごく反響する、自分の声が。これはまた規制食らってんのかな。ちょっとつなぎ直してみるか。ペンネロさん、あそうですね、まっかメットカバタンまでいっか。うん。ああ、久々だけど結構ちっちゃいな。パノラマのために。確かこの湖って揚水発電のためですよね。あの夜間に余った電力で上げとくっていう。あれ繋がらなくなってる。簡単に止めることのできない原子力発電所では電気が余ってしまいます。はい。今それは あれ繋がらなくなった。あ、来たか。うん、やっぱり、あ、一瞬上がるけど一瞬だけか。今ダメですね。もういいや、声だけで。白山湖は動画とあと振り返りで写真見せるだけかな。ダメですね。今あのソーラー展望台っていうところで休憩をしてます。あのソーラーパネルがいっぱい貼り付けてある東屋で、ちょっとこの声の感じでわかるかな。この東屋、あの真ん中に立つとですね、自分の声が反響してくるんですよ。あ、離れると反響しなくなる。真下から外れると。じゃあちょっとさっさと補給食食っておりますかね。ソーラー展望台いただきます。で白山湖はあの純揚水式の発電するために昭和40年に誕生した人造湖です。でさっきあのなんだっけ、簡単に止めることのできない火力や原子力発電所では電気が余ってしまいます。ちょっと声だけですみません。多分10分20分後には映像復活すると思うんで。15時か、半分以上も時間過ぎてるな。あ、でもここから家まで30キロないぐらいあるかな。気温は今これは8度ぐらい、もっとある。5度とかじゃないですよね、全然。着込んだらすぐ暑くなるし、着込んだら寒いし、一番うざい。あの子で今白山湖の堰堤の向こうに、あれどっちの市街地になるんだっけ。うん、そう、白山湖じゃないです、白山湖でございます。
野菜ジュースも今イベント打ってもらってもタイムシフトだと映像ないんですよね、これだと。あ、そう、ソーラーの屋根の下です。そうです、28メートル上下する。さすがだ。あの水車とかポンプのとこってあの 水中のゴミとか生き物とかある程度フィルタリングはするにしてもゼロじゃないですよね。そういうのに耐える作りになってるってことですよね。あのキツキツの設計じゃないと思いますよ。あ、うん、かなり緩くあのポットの ポンプみたいな。かなり緩くあってこう詰まってある程度なんかよ。あのこういうのあのタイムラプス写真とかでやってみたいな。あ、祖国神社近くにありますよ。昔ハヤブサっていうあのハヤブサは飛行機って戦闘機ですか。戦闘機が落ちたらしいです。そうか、白山湖の写真、白山湖の映像は皆さん各自ググってみてください。それが一番早いな。あと降りたとこに美味しいラーメン屋さんがあるっていうコメントが、あ、確か1時間ぐらい前にあったような。この辺にですか。ねえ、この人また見てくれてるかどうかわかんないしな。うん、下の池はつくい子ですね。ん、下の池、下の池ってなんだっけ。でも池っていうのはうん、ん、あ、ママP29 加藤はやぶさ戦闘隊、いろいろ追加情報が。それは多分違うと思う。あ、違います。あ、それは別のネタですか。本気で撮った。だ、南の方のなんか島でどうのこうのした話。あ、そう、ん、その加藤はやぶさ、ああ、ここら辺でやり合うっていうのは対戦マジでどうしようもない頃の、うん、もう本土の真ん中の方ですからね。どこの高度まで登れるねみたいな。池と湖の区別は、うーん、川が繋がってるかどうか。川が、うん、池って川繋がってないんですかね。面積、これは大きな水たまりの扱いになるかもしれないです。あの、これはそうですよね、うん、これはなんか純粋に下から水汲み上げて入れてるだけの、まあ、プールみたいなもんだし。ケンタロウって誰だっけ。世紀末救世主じゃない人ですね。うん、上と下に今そこにちゃんとあの説明板があるんですけど、映像が出てないから 見せられないんですよね。かなり分かりやすく書いてあるんですけどね。じゃあ二人いますかね。え、深さ、うん、これ以上なったらちょっと溢れそうですよね。じゃあちょっと寒いけど下りますか、はい、ていうか冷えましたね。そう、つくい子の前に、そうかもしれない、わかりやすい。ん、利用利権休暇。あ、料理研究家か。あ、ケンタロウってあの、なんだっけ、カツヨさんの息子さんの人でしたっけ。
勝代さんの本はあの前母に買ってもらっ、なぜか母が私に買ってくれた本で、そういうのがありますけど、勝代のなんとかかんとか、ダメだ全然覚えてないや、なんか表紙が白黒のやつなんですけど、一句松島屋とかそんな感じで。でも松島のところは津波の被害で観光地としてはどうなったんですかね。高尾のラーメン西海、なんかこのここの近くにあるその美味しいラーメン屋さんって確かコメントあったと思うんですけどね。できれば降りて目の前にやるぐらいがいいな。あ、二人ともついてきてなくて、こっち側は完全通行止めになってるみたいだから行き止まり、こっちはこっちじゃないんですか。こっちじゃないんですね。あーなるほど、オッケーオッケー、こっちじゃないんだな。てか本当はこれぐるっと下の方回ってこられると思ったら道じゃなかったんだ。不潔なのか。まあ無駄に下って上がったからこれで温まったな。なんで二人とも来ないんですか。行き止まり、ほら行き止まり。しかしここの猫は一日中ここにいるんですかね。夜とかどうするんだろう。あ、調整行け。じゃあ白山湖ってのはふかしですか。じゃあさっきのとこまで降りて、でそうか、さっきのあの氷をまた行かなきゃいけないのか。いやいや、本沢ダムって名前があるんですかここ。なえ、本沢ダム、この枠は何時から始めたんだっけ。そういえばあと GoPro が10時からだから17時ぐらいにメディアがいっぱいになるはず。あと電池もいつ切れてるかわからない。とりあえず途中で、あ、画像は全然ダメみたいです。どー、怖えー。でもさっきこの辺り来てましたよね、画像。ネローさんがここで滑るのを映像映ってたから。ってことはまた規制かな。うお。ちょっと、あ、二人とも乗ってクリアした。うわ、怖いな、これ。本当にあの左右方向に一切力加えずに乗らなきゃいけなくなるから。まあもうこの中で仕方がないですね。で今あの音でわかると思いますけど、また発電所だか変電所だかの前通ってます。いい場所。え、え、これ同じもんじゃないんですか。本当だ。ああ、確かに形違いますね。マルチベンダー。いや、ちょっとクソダメだ。静かで、やった。一泊しないです。東芝と日立、あの見たパッと見た目同じかなと思った、あの機
機械がよく見たら東芝と日立ってあのメーカー名違ってましたね。でもう一遍この先のあの変電所の入り口のところの発電所か入り口のところの氷をクリアすればバイオハザード、ああなんとなくわかるな。でも機械関係のやっぱりこういう、まあ、発電所じゃないにしてもなんか電気施設みたいなところのシーンですよね多分。他でもあったっけ。よっと、さてと、それでも行くんですか。おお、怖い怖い怖い。車来てますよ。逃げられないけど、逃げようがないけど。でこれ表面にちょっとでも積もっていればかなりグリップになるんですよね。揚水発電のための完全人工湖です。人工池。いらっしゃいませ。でも音も映像もろくに行ってないと思います。股関式一番右に向かっていくと団地の中に降りて、私の予定だとどうすっかな。実はこの先あ、外部バッテリー切れた。やっぱ完全に違うところ行きたいですよね。この右に行ってすぐ左にまた分岐するところがあるはずです。あ、そう、ちょっとその前にバッテリー交換といくつか作業させてください。あ、はい。あ、スライドショーってことは映像もたまに来てる。雪がバンバン残ってますよこっちは。いや、バンバンって表現おかしいような、ザクザク残ってます。ちょっと待ってくださいね。まず外部バッテリーを、おうわ、滑る滑る滑る、うわ、端子のとこに入らなかったからよかったけど、よしよし、 OK。 これ2万近くする外部バッテリーなんで高いですから。今なんか遠吠え聞こえたな。シャーベット、かき氷っぽいですね。で、あと GoPro に給電してるモバイルブースターが、あ、まだ持ってるな、すごいな。あ、でももう切れそうだ。今のうち交換しとくか。つまりこれで GoPro は鎌倉方面、いやすいません、鎌倉じゃないです。10時から GoPro 録画始めて、でモバイルブースターがまだ少し持ってるぐらいなんで、ん？滑った。あーって今の、あのさっきのあれか、あの外部バッテリーを落としました。手元が滑ってです。で、あともう一遍接続し直しするかな。規制食らってんのかな、なんだかわかんないですけど、どっかで。よっと、よいしょ、よいしょ。
そう、白山湖です。卵漁、卵漁前一品行ったことあるんですけど、なんか、あ、上向いてた。そう、モバイルブースター、もう一品あれかな、やっぱりポタファイの再接続ですね。iPhone あった。ちょっと再接続します。再接続しますと、あ、フォーマ。ああ、まだ行かないな。12,000円か。安いな。5,800円。よし。あ、そうか。あと、それで。今、ここを。接続し直し。これでよし。で、接続。割といいかな。こうで、こうで、これでどうだ。あ、つながった。これでいったかな。今、ああ、むちゃくちゃ上り速度出てる。ってことは、規制だったのかな。規制だったのかも。で、あ、ネロさんもはるか先まで行ってますね。よし、これで OK ですね。規制される前にまた進もう、早いところ。で、降り道はですね、予定ルートの一本南側にしようと思います。ん？どこにワープ？なんか上り速度が急に上がった。で、これ真ん中氷です。さっきネロさんが滑りこけるところもこれで見せなかったですね。一応通常配信で映ったけど寒っ。うー、あ、また止まった。一瞬か。とりあえず下ります。あれあれ、どっかこれ左、どっか左に降りるところがあるはずなんだけど、あれ、うーん、あれ、降りる場所側、あ、こっちじゃない。こっちだと団地に行ってしまう。どうやってもやっぱ先のところから右に行かないとダメ。あ、左か。あ、さっきの道で一本右に、ね、でした。すみません。こっちは普通になんか新しく開けた団地に降りてしまう。面白くない。つまらん。どこが、主に指先が、指出しグローブなので。ところが
お、あったまる、あったまる。電波だったらこれで復活してるはずだけどな。お仕置きだったら復活してないですね。はあ、え？なんで？ああ、これもう一遍抜けなきゃいけないから。これがな、これ一旦割れてまた固まったみたいな模様がついてますね。お。よし。よし。じゃあ、こっからまた電波、さっき切れたとこなんで、ダメかもしれないけど、降ります。ゆきち。お。すごいな、ランニングの人。冷てー、あったかい。よっつつ、冷てー。あ、これで帰り道になります。ここから、あ、もう15時。さっき1時半じゃなかったっけ。ついさっきあれもう1時半だって言った覚えがあるんですけど、いつまで1時間半経った。左に、いや、ですね、今またあの別の道で降りてます。これで予定ルートの1本南側の道。そうそう、なんか衛星写真であのこういうテニスコートみたいなのが見えてた。テニスコートかな。テニスコートですよね。ん？解凍して財布？ダメだ、ちょっとさすがに指覆うグローブに変えとこう。イリシカ？なんだイリシカって。イリシカ？イリシカって何でしょうかね。聞いたことないですか？イリシカ。シカ。よし、あ、ヨイチさん、R ヨイチさんですかね。城山湖、私立城山湖テニスコート。前、小渕さんの方でこういう野外のフットサル場を使ったことあるんですけどね、あの、人工芝というか、なんか、貼ってある表面がなんか、剥げまくってて、えらいことになってました。さっきのところですか？ああ、一気に下るっていうんだと、そうかもしれないです。で、これ右側は何だろう、なんとか処分場みたいなやつかな。あ、自転車で登ってくる。しかもご夫婦かな。こんにちは。GT のマウンテンバイクで、今ご夫婦でしたよね、はい、ご夫婦でしたよね、でしたよね。団地方向ん、団地、団地って何でしたっけ。あの予定ルートの一本南側です。特になんか理由があるわけではないんですけど、釜飯か。
あ、止まってるのか。ずいぶん先ですね。今なんか食べるんだったらラーメンだな。ラーメンだな。あ、あれは白菜かな。あ、またカメラ傾いてないかな。これは梅かな。電波全然来てないみたい。あ、動いた。あ、行ってないっす、行ってないっす。小松川っていうのが別のルートですかね。主見さんいらっしゃいませ。自転車散歩中です。ほら、ああ日が当たってると暖かいな。うわ、いるか。よし、ヘアピンカーブどこ。今ここは多分行ってると思うんですけどね。復活、やっと電波来たか。それリロードしてもらった方がいいんじゃないかな多分。ダウンヒル中ですけど、まあそんな長い距離でもないんで凍えずに済みました。大して寒くなかった。まあ寒いことは寒かったけど、思ったほどひどくなかった。フットサル前やってました。フットサルはですね、練習するたびに足の皮がむけてました。で、足の皮がむけ続けて、それで強くなったかっていうとそんなことなくて、いつまでも柔らかかった。本当に毎回毎回皮むけてましたね。うわ、風が。5分5分ですか。あ、そんなに。降りてきても空気は冷たい。そうのいるか。ん？イギリス？すいません、ついていけてません。ラグ4分。リロードしても直らないラグってことなんですかね。たまにそういうのありますよね。この後予定ルートに沿って帰ろうかなと思ってます。ただ温かいものが欲しい。私はマチュじゃないです。あ、ヤキさんいらっしゃいませ。なんかラーメン屋さんの情報がさっきちらっとあったんですけど、この辺りのボーリング今のところですかね。あ、リロードで大丈夫ですかね。高尾の方しかないんですかね。さっきなんか降りてきたと、さっきというか1時間ぐらい前だと思うんですけど、降りてきたとこにうまいラーメン屋さんがあるみたいな話がちらっとコメントであったんですけど、まあどこでもいいかな。あっと、ダム見えました、バッチリ。全然大仏ラーメン全然覗いてなかったですけどね。125秒。
向かい風。相模原、あ、そのあたりですか。相模原和か。相模原原ラーメン屋多いよって聞こえて。食うなら早く食った方がいいですよね、昼飯として。しかし放送しながらだとな、ラーメン屋さんとか特に放送許可得たりするの難しそうだからな。その時は止めて 食ってからまたやるかな。だからちょうど30分の切れ目あたり、ああ関係ないか。うん、通常あれ、いや FMLE になってるはずですけど、今はおかしいな、不明ですよね。ご飯放送、私はあの店の客をいちいち得ようとするので、逆に言うと得るのが難しそうなところは最初からもう放送しないっていう風にしてます。橋本、ああそうですね。そう、あとあの物食う時にはですね、ドルワーガー、ドルワーガーのタイムアタック、ドルワーガーってあの昔の方のドルワーガーですかね。イスタの復活でもなくて60回で25回に宝箱がないやつですかね。今考えたらあんなゲームシステムダメだろうっていう。影ん、ラーメン作りながら、あとあの物食う時にはまた孤独のグルメネタかよっていうの今いそうになったですけど、まあそういうことです。あの邪魔されずに食いたいっていうのありますね。まあといっても配信のネタとしてはかなり食い物としては、食い物っていうのはいいんですけどね。いやならいいですよ、すいません。コーヒーとバーナー持ってるんですけどね。んこのんローちゃん、なのでちょっとラーメン屋さん見つけたら入ろうかなと思ってます。寒い、でもラーメン食って出てきてまた外に出たら寒いんだろうな。しかしラーメン屋さんなんて吐いて捨てるほどあるかなと思ったら、案外この道沿い見当たらないですね。手冷てあ、これはココストアだ、16号。まあ、あのあったら入るみたいな感じですかね。ラーメン屋さん見つけたら入ろうと思ってるんですけど、なかなかないですあ、本当だ、あった。何ラーメンって書いてあるんだろう、あれ。2秒で見つけた行った瞬間に目の前にありますね。で、食うなら早く食った方が多分昼飯だから。ここですね、おじゃんラーメン。おじゃんラーメンってなんだ。風、そうですね。じゃあ放送止めて食べてきちゃっていいですかね。その後再開する気は一応あるので。今時間が何時かちょっとよく分かってないな。じゃあ GoPro の映像も録画止めてしまって、じゃあ、 あの Twitter の方で写真あげますね。台無し、すみません。ちょっと放送は、あの食い物放送はいろいろと私はあのめんどくさがってやらないので、ネローさん好きですって伝えてっていうファンからのコメントが、ファンからのコメントが、ネローさん好きですって。はい。はい、じゃあ、ここで一旦止めます。またね。多分3、40分後というか、この時間だと16時再開。16時か、やるかな。まあ、一応やるつもりです。じゃあ、ありがとうございました。うん、動画は、とりあえず昨日の分は今日エンコードしようと思ってます。やらなきゃ、すいません。では。よし、終わり。